吉村入ってんやな。あ、おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。今日どうも、ま、お待ちしてます。いいあれでした、本当たた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 た気をつけて、またまたいつでも言ってください。はい、そうです。また次は鍋料理もやってますので。あ、鍋料理もまだ、はい、ありがとうございます。あ、どうも、またお待ちしてます。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。はい、ありがとうございます。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。すいません、ラスベガスは誰乗ってるんですか。はい、ええの乗ってんね。1100、いや、これ7班ですよ。7班、幽霊のタイプやね。幽霊です。ヤマハ MT-01 です。ヤマハ MT-01、 何 cc 最大の V ピストン積んでますからね。すごいな、これ。これ排気量ごっつりはずやろ。1000何倍やったっけな。これが大きいです。大きいですね、これね。あ、ピストンがあんないからね、シリンダー。すごいですね。ヤマハでしょ、これ。ヤマハです。これは何ていうバイクですか。これはあのスクーピー。スクーピー、どこのメーカーですか。あ、ホンダのクレアスクーピーです。オッケー。これは、はい、すみません、スーパーカブ。あ、スーパーカブですね。何 cc ですか、これ、はい、これはですね、90です。90、おー、ね、狙われてる90やね。あ、結構人気あるんでしょ。人気ありますよ、今めちゃめちゃ。あ、めちゃくちゃ人気あるもん、ほんま。これは何ていうバイクですか。今の形じゃなくて、この方がいいよ。一般大衆車の PCX です。みんなこれカスタムしてるの多いもんね、今。一番人気あるスクーターですね。はい、まだ買って3ヶ月半。おまだカスタムしてます。まだツーリングとか行きはれるんですか。まだ行く予定があります。あ、ええー、とこ教えましょうか。ずっと下道で高見峠まで行くんですよ。高見峠抜けて伊勢まで行くんですよ。で、伊勢から伊勢湾フェリー乗ったら、あの知多半島上陸して、あ、浜松まで1時間なんです。あ、浜松行けば鈴木の博物館と山原博物館と航空自衛隊の博物館無料なんです。無料で、うなぎパイの工場も無料で見学できますからね。で、向こう行ったらライダーズハウスがあります。1泊2500円ぐらいで泊まれますんで、十分行って帰ってくるの。あれ、高速代とかガソリン代使えへんからね。フェリーに乗るんでだいぶ楽ですよ。ちょっと入らんな、はい、あの、よかったら箱うち置いていってくれたら、それバラしてもらったら持ってきますんで。すいません、これは、ガスペ系。これ何年モデルですか。これは1987年モデルですね。87年モデル。わあ、綺麗に乗ってんね。キャブ入ってますよ、FCR。そうです。ちょうど欲しかったんですよ、うちの刀に。そうですか。ええー、ね、早いやろ。早いですね。あのね、ガスペキ R7 班出るまで、7班最速がマッハの7班がずっとされてます。85年まで、70年から15年間、マッハの7班が7班最速だったんですよ。これ出てきて、塗り替えられてます。これは水冷。これは揺れです。揺れやね。すごいな。いやいやいや、大事に乗ったってください。こんな綺麗な R1100、めったにないから。奈良のどの辺からですか。カシパです。ええとこですね。そうですか。すぐですもんね。また気楽に寄ってください。はい、ありがとうございます。あ、入りました、全部。入った。すみません、あんなスクーピー、エンジン音聞かせてもらいます。エンジン音、ちょっとクラッチ滑ってるんですよ。あ、いいです、いいです。大丈夫ですか。スクーピーのエンジン音、はい、どうぞ。スーパーカブ90、エンジン音をやりますか。はい、スクーピーついてますよ、この90は。うわ、すごい、すごい、すごい。これ一番いいですね。いいですね。僕もついこの間までそれやったんですよ。 PCX エンジンを聞かせてもらえますか。はい、はい、静かです。あ、静かな。はい、はい、一番ね、行きましょうか。吉村のサウンド聞かせてもらえますか。どうぞ、気付けて帰ってくださいね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
まっすぐ行ったら帰れない。まっすぐ行って、その信号左曲がった方が早いんですけど、左曲がってまっすぐ行ったら浜の方が近い。その信号左曲がったらもう浜の方が近い。あ、南山です。どっち行く？あ、どうぞ。じゃあ、もう一回行こう。あ、どうぞ。気をつけてね。ありがとうございました。